後半戦は山口大学のキックオフで試合再開という形になります。かなりの風が吹いている模様です。しばしばボールが転倒するシーンありますが、このボールを確保した状態でのキックオフが必要ですので、しばらくお待ちください。さあ広島大リターンに入った。そしてトライ4ポイントに入ります。このキックも見事決まりまして1点追加。広島大学後半最初のキックオフリターンで見事先制点を挙げる形に成功しております。非常に素晴らしいステップとそしてオフェンスラインのブロック、ラインマンのブロックでした。このブロックによって確保された走路を見事突破しまして31番一気にエンドゾーンを駆け抜けまして後半最初のタッチダウンを挙げる形に成功しております。31番辻村虎姫高校出身のプレイヤーです。さあ今度は広島大学のキックオフ。さあ山口はリターンに入る。このリターンもいい。負けじと山口さんもリターン見せます。自陣40ヤードの付近まで押し上げこの位置からの攻撃に変えます。さあ最初の得点を奪われた山口大ですがしかしここから反撃に入ります。ボールオンは自陣38ヤードの地点。山口大学ファーストダウン10。から今度はスプリットエンドにパスを投じました。88番これをキャッチアンドランしましたがここでしかしイエローフラッグが投じられております。さあ果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。ディフェンス広島内の反則です。レイトヒットプレーが終わった後にヒットをしました。この反則は重大な反則として扱われます。ペナルティは15ヤード従いまして反則ありました時点から15ヤード前進し、山口大学ファーストダウン獲得です。見事攻撃権更新果たしましたのは山口大学88番の小山でした。工場高校出身のプレイヤーです。さあレイトヒット加わりまして相手陣33ヤードからの攻撃に入ります。山口大学ファーストアンテ。
さあ今度はノーマルなフレックスボーンを敷いております。しかし今度は止めています。東山大学クォーターバックのキープを展開しようとするところ、広島大学77番92番見事に対応し、このランを1ヤードのゲインにとどめております。タックルしましたのは広島大学77番のイ、佐世保北高校出身4回生、そして92番の広瀬でした。三田松雲館高校出身の3回生です。山口大学セカンドライン、さあショットガンに変えた。パスを投じようと下がりました。しかしそこに、広島大学のディフェンスライン陣殺到し、最終的に9位策パスを投じる前にしておりまして、大きくロスに変えております。さあ下がりましたが、山口大学サーラントエルブの状況、右にカットアップしてきた、フックパターンから、戻ってきました。88番にパスを通しましたが、このパスはしかしキャッチできず、フォースダウンに変わります。山口大学フォースダウンとパントフォーメーションを取ります。このパントは外へ蹴り出す形にしまして、広島大学に攻撃を譲渡する形になります。広島大学自陣18ヤード付近からの攻撃という形に変わります。高福岡様メッセージありがとうございます。やはり1と1のぶつかり合い、試合前は広大優勢かと思っていましたが、山大が、対等に渡り合っている、後半はミスがなければ最後まで粘り合いそうですねというメッセージ、まさにその通りの展開のように感じております。磯貝様、配信ありがとうございます。いつも楽しみにしておりますというメッセージ、これも励みになります。ありがとうございます。ナイスファースト。広島大学はまず最初のプレーはクォーターバックがキープしました。ハンドオフオプションでしょうか、ランニングバックに渡すのを見せかけ、自らキープし右オープン展開して攻撃権更新としています。広島大学ファースター見事なランを披露しましたが、広島大学16番の太田でした。立命館森山高校出身4回生です。広島大学自陣42ヤードからのファーストアウト。これもナイス。今度は1番ハンドを打たされ、1番中央突破、オフェンサイドの壁を見事突き破るように中央突破し、さらにタックルを弾き飛ばしてセカンドへフォード、攻撃権更新です。広島大学ファースター、今度は見脚を披露したのは1番の吉村でした。江名高校出身の4回生です。広島大学相手陣41ヤードからのファーストアウト。キープ、これは判断よく6ヤードのゲインに変えております。今度は太田のランでした。
失礼しました。ゲイン8ヤードに訂正します。広島大学セカンダウン2。さあ1番いった。これは食い止めたか。審判団の判定を待ちます。攻撃権投進です。広島大学ファースト1番のラン1回食い止められたかに見えましたが、しかしギリギリ粘りまして攻撃権更新になっております。広島大学ファースト。さあ相手陣30ヤードからの広島大学ファースト。さあ今度はオプションからクォーターバック、右から縦に上がりまして約5ヤードのゲインとしています。キャリアは16番の太田でした。立命館守山高校出身、名門校出身の4回生です。広島大学セカンドダウンファイブ。さあどこまで返すか。そのまま一気にエンドゾーンに走り込んでいくが、さあ果たしてここで投じられているイエローフラッグがあります。この反則が果たしてどちらのチームにあったかが注目という形になります。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。5ヤードのバッタイとなります。表示上は、残り5ヤードという形でしたが、わずかに残り距離残っている格好で、セカンドダウンやり直しという形に変わります。失礼しました。攻撃権更新になっております。広島大学残り距離更新という形になりまして、ファーストダウン1回目の攻撃になります。広島大学相手陣19ヤードからのファーストダウンテイ。さあ1枚いった。ハンドオフから左オフタックル突破。相手ディフェンスを引きずるように見事攻撃権更新を、失礼しました、約7ヤードから8ヤードのゲインになっている模様ですが、ここでホイッスル。現在フィールド上負傷者が発生したためレフェリータイムアウト入っております。なお先ほどのランプで10ヤード以上の獲得ありましたので攻撃権更新になっております。広島大学ファーストダウン獲得しております。見事なランを披露しましたのは1番の吉村でした。江良高校出身の4回生です。広島大学相手陣4ヤードからのファーストダウン2ゴール。残り4回でエンドゾーンを目指します。
た。キャリアジュアン、オフェンスライン等も中央の乗り込み、エンドゾーン狙いましたが、これはしかし山田一歩に飛びます。セカンダウンに変わります。ここで負傷者が発生したため、レフリータイムアウトが入ります。試合再開になります。広島大学セカンダウン2ゴール、残り3ヤード。選手を中央を固めたラインマンをバックスに入れている。中央いった、タッチダウン。プレーをキャリア1番に託しました。オフェンスライン加えたパワフルな中央へのランプレー、見事に1番決めまして、一気にエンドゾーン落としへタッチダウン。広島大学パワープレーによりまして6点獲得となっております。そしてトライフォアポイントのキックが決まりまして1点追加。広島大学24点、山口大学7点とスコア変わっております。非常にヘビーなフォーメーションからキャリア1番の突進力によりまして、見事得点を追加する形に成功しております。広島大学現在得点24点と変わっております。挙げました山口、広島大学のキックオフで試合再開となります。山口大学冒頭部のメッセージありがとうございます。山大ファイト、山口大学の反撃に期待したい、そのようなメッセージに感じます。さあリターン入る。左サイドつきまして、自陣35ヤード付近確保し、この時間の山口大学の攻撃に変わります。メッセージいただきありがとうございます。両チームに対する敬意あるメッセージをお願いいたします。パス不成功。ここでクォーターバック一旦が、手前にレシーバーに短いパスを投じると見せかけ、それをフェイクしロングパスを投じましたが、しかしこれを広島大カバーしておりまして、パス不成功となっております。ダウン変わりまして、セカンドダウンに変わります。山口大学セカンドダウン10。ここで
クォーターバックキープを展開しようとしましたが、このランプレーを広島大学対応します。ディフェンスラインズに集まりまして、最終92番が踏みとどめまして、このランプレーのゲインを4ヤード程度にとどめております。しかし非常にタフなランを決めましたのは9番の清下でした。池田高校出身です。山口大学サードン6、このランド止めます。クォーターバック10番カウンター気味に左オープン展開図らんというところでしたが、ここは57番が本転しまして、このラン食い止めフォースダウンに変えます。スローブに間に合いませんで失礼いたしました。見事なディフェンスを披露しましたのは57番の中本でした。松山南高校出身の3回生です。山口大学フォースダウンパントフォーメーションを取ります。地点が攻撃の交代地点となりますので、攻守この地点変わります。ボールオン山口大学陣の28ヤードの地点で攻撃権変わりまして、この位置から広島大学の攻撃に変わります。広島大学相手陣28ヤードからのファーストアウト、まずはキャリア1番にボールを託しました。左奥の展開を図らんというところですが、ここでイエローフラッグが投じられております。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手側に侵入しておりました。5ヤードバッタイを受けまして、受ける形になります。従いまして広島大学5ヤード前進し、ファーストダウン5で試合再開です。中央へのランプレー、キャリア1番2周点突破を払いました。オフェンスラインコードをガダで飛びましたが、攻撃権更新になっております。広島大学ファースター、ここは吉村がオフェンスラインの力も生かしまして着実に前進重ねます。広島大学ファーストダウン10、クォーターバック中央切り込みました。あるいはオプションだったかもしれません。この判断によりまして見事攻撃権更新になっております。広島大学ファースター、一発で攻撃権更新を果たしましたのはクォーターバック16番の太田でした。立命館森山高校出身。
3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、広島大学24点、山口大学7点、攻守方向を変えまして、これより最終クォーター第4クォーターに移ります。